皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはラーメン赤月さんです。2021年に惜しまれつつ閉店した丸山の永坊の店主さんが2022年3月札幌市東区にオープンしたラーメン店です。醤油ラーメン750円、動物系と魚介系のすっきりと飲める優しい味わいのダブルスープが美味しい看板メニューの旭川ラーメンです。いただきます。動物系のまろやかさに魚介がふんわり香るスープがとっても美味しい。旭川ラーメンのこの味大好きです。加水率低めの中細麺は食感、すすり心地がよくスルスルいけちゃいますね。麺は札幌爆心堂のものを使用していて、乾水の選別など店主さんのこだわりが詰まった麺なんだそう。最近は900円を超えるラーメンが多いですが、赤月さんでは750円でこのクオリティのラーメンが食べられるなんて最高です。そしてこの低温調理だと思われるピンク色のチャーシューが美味しい。とっても柔らかくて最高です。具材はチャーシューが3枚、メンマ、海苔2枚、とろっとろで美味しい味玉、ネギ。チャーシューは3枚入っていますが、1枚が小さめなのでプラス200円でチャーシュー増しにするのもいいかも。メニューの紹介です。醤油ラーメンと濃い味で背脂が入った醤油パンチが人気のようです。塩、味噌、辛味噌、限定ラーメンもありますね。そして替え玉もできちゃいます。視聴者さんからのコメントでこのお店を知り、今回早速来てみました。おすすめ通りでとっても美味しかったです。店主さんもすごく優しくて面白い方で、皆さんにもぜひ行っていただきたいお店です。スープも全飲みでした。ごちそうさまでした。営業時間は11時半から15時、17時から21時まで。定休日は水曜日です。地下鉄南北線北34条駅から徒歩16分、もしくは地下鉄東方線新道東駅から徒歩17分です。駐車場は4台、席数は7席です。ご視聴ありがとうございました。 SNS ブログも更新中です。概要欄からフォローしてください。